仕事物理学における仕事仕事とは物体に加わる力と物体の変異の内積によって定義される物理量であるエネルギーを定義する物理量であり物理学における種々の原理法則に関わっている物体に複数の力がかかる場合にはそれぞれの力についての仕事を考えることができる。 ある物体 A が別の物体 B から力を及ぼされながら物体 A が移動した場合には物体 A が物体 B から仕事をされたまたは物体 B が物体 A に仕事をしたのように表現するただし仕事には移動方向の力の成分のみが影響するため力が物体の移動方向と直行している場合には仕事はゼロであり物体 B は 物体 A に仕事をしないのように表現をする。力が移動方向とは逆側に向いている場合は仕事は負になる。これらの事柄は変異と力のベクトルの内積として仕事が定義されることで数学的に表現される。すなわち仕事は政府の符号をとるスカラー量である。仕事が行われる時はエネルギーの増減が生じる。仕事は政府の符号をとる。 スカラー量であり、政府の符号は混乱を招きやすいが、物体が正の仕事をした場合は、物体のエネルギーが減り、負の仕事をした場合には、物体のエネルギーが増える。仕事の他のエネルギーの移動の形態として熱があり、熱力学においては仕事を通じて、内部エネルギーなどの熱力学関数が定義され、エネルギー保存則が成り立つように熱が定義される。作用。 反作用の法則により力は相互的であるが、仕事は相互的ではない。物体 B が物体 A に力を及ぼしているとき、物体 B は物体 A から逆向きで同じ大きさの力を及ぼされている。しかし物体 B が物体 A に仕事をするときに、物体 B は物体 A から逆符号の仕事をされているとは限らない。例えば物体が床などの固定された。 強な面の上を移動するとき、床と物体との間の摩擦効力により、床は物体に仕事をするが、床は移動しないため、物体は床に仕事をしない。例えば、野球投手の投げるボールを考えると、投手は力を加えながら、腕を振り、ボールに速度を与えている。つまり、ボールは、投手から、正の仕事をされて、ボールの運動エネルギーは増える。 次に仕事が生じない例を挙げる。物体に力が作用し、その位置がだけ変化したとき、力がこの物体に対してした仕事は、によって定義される。力と変異は、ベクトル量であり、仕事はその内積で与えられるスカラー量である。内積の幾何学的な意味は、物体の移動方向に対する、加えた力の器用を取り出すことである。変異に平行な力の成分をと表せば、 この仕事は、のように表すことができる。ここでは変異の大きさを表す。より一般に力が変化するときは、時刻における力と力が一定とみなせるほど短い時間を考える。この時間での物体の位置の変化は、微分によりと表されるので、この短い時間の間にこの力が、物体に対してする仕事はとなる。時刻からの間にこの力が、 物体に対してする仕事は、短い時間の間にする仕事の足し合わせで定義される。が、無限小の極限では積分へと置き換えられてとなる。この定義から、明らかなように、仕事は力のような時刻の瞬間において定まる量ではなく、ある時間の間に定まる量である。積分変数は時刻である必要はなく、明示せずに、と書かれることもある。これは、 物体の運動の経路に沿った戦積分となっている。重量の物体を支持するためには、延直下向きの重力に対して、延直上向きの力が必要である。この物体を延直に、高さまで、ゆっくりと、加速度の影響が無視できるように持ち上げる際に、行われる仕事はと表される。同じ高さまでの持ち上げに必要な仕事は、滑車やテコなどの単純機械を用いても変化しない。 低定貸車を用いると、ロープを引っ張る力の大きさは変化しないが向きが変化する。同時に、ロープの端を引っ張る向きも変化するが、持ち上げるために、ロープの端を引っ張る距離は持ち上げる高さと等しい。力や移動の向きは変化するが、その力の大きさや移動する。距離はそのまま持ち上げた場合と変化せず、仕事は変化しない。一滑車を用いて、 ロープを遠直に張った場合には、物体の重量の半分の力で持ち上げることができる。しかし、同じ高さまで持ち上げるためには、ロープの端を持ち上げる高さの2倍の距離を引っ張らければ、ならない。力が半分になるが、移動距離が2倍になるので、仕事は変化しない。手こを用いると、作用点にかかる力は、視点からの腕の長さの逆比例で変化する。一方、 移動距離は掃除関係により腕の長さの性比例で変化する。したがって仕事は変化しない。油圧システムのような流体による仕事の伝達機構を考える。二つのピストンマイナスシリンダを接続した内部に流体が封入されている経営においてピストンが移動して流体が一方のシリンダから他方の芯台へ移動するとき適当な条件の下で仕事は変化しない。 普遍量である。まず、流体の圧縮が無視できる場合には、ピストンの移動距離は、シリンダの断面積に逆比例する。また、流体の流れが無視できて、静止流体とみなせる場合には、パスカルの原理によりあらゆる点において、圧力、制圧は一定である。したがって、ピストンにかかる力は、シリンダの断面積に比例する。従って、 仕事は、シリンダの断面積によらない。バネを伸び縮みさせる際に生じる仕事を考える。バネの伸び縮みをとする。フックの法則より、バネの復元力は、バネの伸び縮みに比例するので、バネを変形させるのに必要な力もまたバネの伸び縮みに比例する。この時現れる比例定数は、バネ定数と呼ばれる。このバネをからまで変形させるとき、合成ならバネは伸ばされ、 が、フならばねは縮められている。バネを変形させるのに必要な仕事は、となる。すなわち、バネを変形するために生じた仕事は、バネの弾性エネルギーとして蓄えられる。特別な場合として、加えられる力と同じ方向に物体が運動する。とき、仕事は、力と物体の移動距離の積に等しい。例としてあなたが、質量の物体を上に持ち上げる場合、 だけの仕事をしたことになる。逆に、物体はだけの仕事をされて、位置エネルギーを増やす。上手のように、加えられる力が一定であるが運動の方向が、力の向きに対して、角度だけ傾いているとき、仕事は以下のように表される。特に、この式において、すなわちとすると加えられる力が一定であり、力の方向が運動の方向と一致している場合の例に、帰着する。 また、の時となる。すなわち、力が運動の方向に対し垂直方向に働いている場合、その力は仕事をしない。蒸気機関を考えると、水を加熱し、蒸気圧によって押し出されるピストンが、フライホイールを回転させることで動力を生み出している。つまり、フライホイールは、水蒸気から、正の仕事をされて、フライホイールの回転エネルギーは増える。別の表現で、 熱エネルギーから仕事を取り出すなどとも言う。仕事が生じない例を一家に挙げる。熱力学で圧力の気体の体積が空に変化する、時に気体がする仕事、絶対仕事は、知識のように表される。絶対仕事は、気体の体積が変化することによって、その気体が外に対してする仕事と捉えることができる。一定量の物質を閉じ込めて、対象として扱う系では、 営が外部へ行う仕事は絶対仕事となる。一方、実際の多くの機器では、一方から、機体や液体が入って他方から出ていく。物質の出入りを伴う営では、営に物質を出し入れする仕事が加わり、営が外部へ行う仕事は、自識となる。つまり、開いた営では、機体等の圧力が低下することにより、仕事を得ることができ、この場合の仕事を、 絶対仕事と区別して工業仕事という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。